ま、はい今日はこんな大荷物で車椅子の上からお送りしているんですけども今回なんでこんな大荷物かっていうと私トリちゃん初めて入院することになりました、えー、今回は検査入院ということになっていますえーえー、っとなんでそういう流れになったかと言いますとえー、っと最近アプローチを使ってるんですけども体調が悪いなーって思っていたところ まあえっと、血中酸素濃度が80%台まで下がっている時間帯があっておそらく寝てる間とかに酸素が少なくなって、まあ、昼間頭痛がしたりすごく眠かったりっていう症状が出てきているところになっていますでそのチェックのためにえー、っと行ってきます筋ストロフィーって心臓とかにもえー、っと影響が出るので心肺機能がなんか変化しちゃったのかなと思って たんですけどもなんとですね一番原因として可能性が高いのは睡眠時無呼吸症候群ということで、えー、っとコロナ禍だったり車椅子に乗り始めたりとかっていうところで家の中にいて動いてないからちょっと太ってた部分もあったんですねなのでえー、っと単純に太って睡眠時無呼吸っていうことならまだいいんですけどもまあその辺りも含めてしっかりと検査していきたいと思います。 はい、ちょっと話が長くなってしまったんですけども、そんな感じで行ってきます。で、期間なんですけども、まあ早く終わって数日、で、もしなんか c p a p っていう呼吸を補助する器具を使う場合は、えっ、ー、とトレーニング期間がそこから1週間から2週間ということで期間がわかんないので、まあこんだけお荷物になっちゃったということになっています。で、検査の結果とかはまた皆さん心配だと思うので、えっ、ー、とお伝えしますが、 まあそんな大事に至ることはないだろうということなので、大事に至ることはないと思うので、まあそんなに、えっと、お気遣いされずに、と言いますか、まあ、いつも通り僕も病院で、えっと、やれることはやろうかなと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。では、行ってきます。